北陸鉄道金沢営業所は石川県金沢市割出町にある北陸鉄道の営業所である。2006年4月29日までは西部営業所だった。車体の営業所記号は西である。管轄下に東部支所と南部支所を置く。最寄り停留所は西割出市である。愛称は城下町金沢周遊であり、案内にはもっぱらこの愛称が使用される。 このほか2021年4月以降の路線図には、城下町金沢周遊ではなく、金沢周遊線として、以下の系統が記載されており、各バス停にも時刻が掲出されているが、ウェブサイトの時刻検索では表示されていない。土曜日の19時以降に運行されるバスで、他客機の日曜日や祝日などにも運行される。運賃は300円で、北鉄バス1日フリー乗車券やいいかは、 使用できないが当線専用のフリー乗車券がある。40万近籍線の結節路線改善の路線である。広岡口には金沢駅西口行きのみ停車する。北陸鉄道では高速バス各路線に相性を採用していないため、相性のある路線は共同運行会社における相性である。なお、富山線は北鉄金沢バス中央営業所が運行を行っている。 名鉄バス、西日本 JR バス JR 東海バスと共同運行。エト R 号の車両石川県金沢市と山形県、山形市及び宮城県仙台市を結ぶ夜行高速バスである。原則として化粧室付き29人乗り3列シート車で運行される。富山地方鉄道と共同運行。新潟線の車両、2015年以降に導入されている車両には、 赤色の帯に、ハイウェイエクスプレスのロゴを入れている。石川県金沢市と新潟県新潟市を結ぶ高速バス路線である。1日に往復、新潟交通と共同運行。1991年当時、JR 線の金沢駅新潟駅間には、北陸本線、新越本線を経由する、白鳥、来場、北越などの特急列車が運行されていた。これら、 JR の特急列車に対抗するため、東高速バス路線の開設にあたっては低価格の運賃設定を強みにしている。その一方、JR 線の特急列車は、もともと北陸地方三県と上越新幹線の乗り継ぎ需要に特化したダイヤを編成しているという背景のもと、1997年の北越急行、北北線開業を機に、 特急列車の運行系統を競り、大阪駅から直通していた、白町、内町は、金沢駅及び、富山駅で、運行系統が分割された。金沢駅長岡駅間を結んでいた、特急、輝きは、北越急行北北線経由の特急、白鷹に移行して、長岡を通らなくなり、合わせて、全区間を通して乗車する利用客は元々あまり、 多くない金沢駅新潟駅間の北越も大幅に本数が減少した。道路線は北陸新幹線開業に至るまで共に金沢と長岡、新潟を結ぶ都市間輸送を役目として北越と競合関係を保ち2011年8月には上越市内の木田バス停を停車地に追加した。一時期新潟初最終の 北越15は17時台の発車だったが、東日本旅客鉄道新潟支社は道路線の運行時間帯を見越して、発車時刻を18時台に繰り下げるなど、高速バスに対抗し、かつ利便性の確保を図ってきた。北陸新幹線開業後、金沢駅新潟駅間を直通していた北越は全廃され、道路線は金沢と新潟県10 カエ地方を直通する唯一の交通手段となっている。金沢市と岐阜県高山市を結ぶ路線である、納品の利合い自動車と共同運行。金沢駅東口から武蔵が、辻、大見町市場や、高林坊広坂、21世紀美術館を経由し、県立美術館、生立味覚、県独園した、金沢城の順で、県独園を、 半時計回りに一周して広坂21世紀美術館から金沢駅まで同じ経路で戻る路線であった。基本的に専用の塗装の車両で運行されていた。運賃は平日200円となっていたが、土日祝日は待ちバスに合わせて100円であった。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、2020年4月18日より運休していたが、 2021年4月1日に廃止された。なお、戦術の通り2020年4月18日から運休していたため、同年4月17日が事実上の最終運行日となった。ありがとうございます。